寺田虎彦11月28日から1935年12月31日は、戦前の日本の物理学者、追筆家、廃人。吉村冬彦、虎彦、牛富、矢部孝治の筆名でも知られる。高知県出身。寺田虎彦研究所の業績としては、地球物理学関連のものがある一方で、 1913年には X 線の結晶投下についての発表を行い、その業績により1917年に帝国学士ン師賞を受賞している。また、寺田のしさによって西川正春は先駆的なスピネル構造の研究をしたが、これはマックス・フォンラウエ、パウル・ペーター・エヴァル・トラの歴史的な仕事からほんの1、2年の後のことであった。また、 コンペイトの角の研究や、ひび割れの研究など、統計力学的な、形の物理学分野での先駆的な研究も行っていて、これら身辺の物理現象の研究は、寺田物理学の名を得ている。トラヒコは、自然科学者でありながら文学など、自然科学以外の事柄にも造形が深く、科学と文学を調和させた随筆を多く残している。その中には、 大陸移動説を先取りするような作品もある。天才は忘れた頃にやってくるは、虎彦の言葉と言われるが、著書中にはその文言はなく、発言録に残っている。今日では、虎彦は、自らの随筆を通じて、学問領域の融合を試みているという、観点からの再評価も高まっている。創世のもとに集う弟子たちの中でも最古山に位置し、 科学や西洋音楽などトラヒコが得意とする分野では、漱石が教えを請うこともあって、弟子ではなく、対等の友人として扱われていたと思われる節もあり、それは、門弟との面会日だった木曜日以外にも、夏目邸を訪問していたことなどから推察できる。そうしたこともあって、内田百羅の随筆で敬意を持って扱われている。時代には、を主催に、栗屋川知恵、 鴨を紫ムと、ハイク・社紫倉銀社クラギン社を起こした。また、我が輩は猫であるの水島関月や、三四郎の野宮総八のモデルとも言われる。このことは漱石が、関月の扱いについて、伺いを立てる手紙を書いていることや、帝大理学部の描写や、そこで行われている実験がトラヒコの案内で、見学した体験に基づいていることからも裏付けられる。あとに、 友人の大河内正俊氏に壊れて入所した理科学研究所や他の研究所などでは虎彦を慕って文科生となった人物が多く、その中には中谷宇吉郎や坪井忠治、平田森さんなどがいる。なお作家、安岡翔太郎は虎彦の長子、駒の義亭の孫で劇作家、別役実は駒の彦にあたる。また古代史研究者の井上十一郎は、 虎彦の自死、コの孫で、評論家、青地明日は、虎彦の娘婿にあたる。父親である、寺田としまさは、土佐の豪衆が、吉久場の実刑で、井口村人情事件で、弟の切腹の際、解釈を務めたとされている。実の弟の首を我が手で跳ねたことがトラウマとなり、としまさはしばらく精神を病み、土佐藩家氏による倒幕には参加せず、学問により、 社会を変えようと考えるようになり、そのことが、虎彦が軍人より、学者になることを選んだ伏線となっていると言われている。寺田の業績を記念し、高知県文教協会が、寺田虎彦記念賞を設立している。寺田に関する作品、及び、自然科学を対象とした研究や随筆に対して授与、されている。ありがとうございます。